はい、じゃあ今日は京都府の公立高校入試の問題です。これが47県目で、47都道府県目だから最後ですね。これで全国制覇ですね。うちの塾生には全国制覇っていう形で47都道府県の英語の一番長いやつを宿題として渡してるんですけども、いいかな。長さ的に、まあちょっと確かに長いか。京都長いですね。で、設問がこう続くと。はい、うちの塾生たちにはこれはもプリント同じプリントを渡してます。 じゃあこの動画はじゃあいつもの通りあり和訳を中心に、ね、やっていますね。で1番ちょっと脚中からいきましょう。えっと。えー、っと、マウロあとフルーエント、流暢ょうな、ゲッタ、ロングウィズツうまくやっていくね。で、ターンが順番、チーンアップ、元気づける、do my best、w l e レッジ、で、ビュー、味方、スキルは技術。で、チョイス、選択、スペあ違う、エクスペンドが広げる。 ポシビリティが可能性 from now on 今後は take it for granted that <laughs> これ高校生は覚えないといけないんだけど何なんの当然だと思うとでパスね時間経過するとはいじゃいきましょうじゃあいつも通り段落ごとに和訳するって形でいきましょう、えー、と次の英文は高校生の龍馬くんが英語の授業で書いた作文こんな長いこの書き論がすごいの。 I have met, これ MET ですね。現在官僚。えっ、ー、と、私の人生の中で多くの人々に会ったことがあると。そして、えー、不意下な人がいると。不意下っていうのは私は決して、あその彼らの中で人生、その会った人の中で決して忘れない人がいるよと。で、えー、と彼は私のクラスメートの一人でしたと。 彼は、えー、私たちの学校に来たと。私が中学生のときね。はい。で、次、第二段落。ある朝と。私たちの先生が私たちに言ったと。私たちは、えー、外国から来週、えっ、ー、と、新入生が来るよと。で、彼は、えー、彼の家族がに、この町に滞在するために、えっ、ー、と、私たちの学校に来ることでしょうと。 で、えっ、ー、と、彼は2ヶ月間ここで過ごすでしょうと。で、これ何回入れると。これ並び替えですね。で、私は、えっ、ー、と、放課後、友達と一緒に新しい生徒について話をしたと。いいね。はい。で、えっ、ー、と、私の友人の一人は私にこう質問したと。何語を彼は話すの話しますか話すんだろうか で私は彼に言ったと。英語かな日本語かなと。私は確かでなかったと。しかし私は新しい生徒に会うのを待ちきれなかったと。はい。で、次。その日が来たと。彼は私たちの教室に入ってきたそして私たちは彼を歓迎したと。ウェルカムは歓迎するね。彼の名前はマウロだったと。彼は 自分だから自己紹介英語で自己紹介したとこれ誰々を紹介するって意味、ね、どうしてねイントロデュースとい自分自身を紹介した自己紹介したと英語で彼は英語をはゆっくりと私たちのために話したとそして私たちは理解することができたと彼が何を言ってるのかを理解することができたとその後と彼は彼自身をつまり自己紹介今度は日本語で自己紹介したと。 日本語でもうねも紹介した彼の日本語は流暢ではなかったが彼は日本語を話そうと一生懸命トライしたとそして私は上方法ね彼の自己紹介の仕方,仕方、仕方が気に入ったとだから私は思ったと私は彼とうまくやっていけるだろうというふうに思ったと、はい、次彼は 私の隣に座教室で私のネクスト隣に座ったと。彼はとても一生懸命勉強したと。すべての授業でと、日本語でね。日本語のすべての授業で、日本語ですべての授業で一生懸命勉強した。私は彼に質問したと。時々、えっ、ー、と、感じますかとつまり、日本語で勉強することは難しいと感じますか 彼は微笑んで私に言ったいいえと。いかなる授業も面白いです。私は理解したと。どれほど大変か彼が勉強するのをどれほど一生懸命勉強したのか理解したと。だから私は彼を尊敬したと。リスペクトしたと。敬意を払ったと。彼がえー、っと理解できない自分が理解できない日本語の単語があったときに彼はいつもひ。 また彼はしばしば私たちと一緒に日本語を話そうとしたと。そして彼の日本語はだんだん良くなった。のである日とあらゆる生徒たちが私たちの英語の授業でスピーチをしたとトピック話題は、えーっと「あなたの人生で一番大切なことは何ですかと?」とそれぞれのしゃべり手は えーと教室のフロント前に行ったとしゃべるためにねで私たちは私たちのスピー,スピーチをしたと私たちの順番が来た時にねで最後についに私の順番が、えー、と多くのスピーカーの後にやってきたとその多くのスピーカーたちがしゃべり手が自分たちのスピーチをした後に私の順番がやってきたとで私は私,私の私のスピーチを始めたと 私が思うに友達っていうのは、えー、と私の人生にとってとても,も最も重要なんです私は3つの理由があるとじ、ねえー、めにと彼それらはあ彼らは友達やねえっ、ー、と私を元気づけると私がえっ、ー、と悲しい時にねで2番目と彼らは私が私がこれこれその手助けしてくれるつまり私が 私が持っている問題抱えている問題を解決するのを手助けしてくれると。で3番目、えー、と私にとって毎日彼らと話をすることは重要なんです、えー。なぜなら私たちはお互いに意見をシェアすることができるからと。私はとてもあのスピーチの間とても緊張していたがベストを尽くしたと。はい すぐにマウロの番がやってきたと。そ,、えー、それは最後のスピーチだった。授業、クラスのね。で、彼はフロントに、前の方に行って、えー、これ、ビギアンですね。B-E-G-A-N ね。ビギアン。彼のスピーチを始めたと。で、彼は言ったと。教育は最も大人,人生の中で大切だと。私の国では何人かの子どもたちは勉強できないと。えっ、ー、と、彼らが勉強したくても、これ何なんだけれどもですね。 でえー、と私が思うに教育は私たちに多くのものを与えてくれると。例えばもし私たちが、えー、と教育を通して、えー、と知識新しい知識を得るならば私たちは、えー、と広い見方もしくは観点、ね、を持つと。そして、えー、と多くの考え方を持つ得る,得ることができると。 いいね、知識を持っていればね。で次が、えー、ちょっとはい。で、えー、ここからか。そして私たちは、えー、とその知識を持って問題を解決できます。そして私たちは技能多くの技能を得ることができるそしてたくさんあえっ、ー、と将来の仕事のために多くの選択選択あ選ぶ選ぶことができるよと仕,仕事をね。 だから私たちは私たちの可能性将来の可能性を広げることができるとで私は彼のスピーチを聞いた後私は理解したなぜ彼がえっ、ー、と日本語で日本語でさええっ、ー、といかなる授業をも一生懸命勉強しているのかを理解したと、ねはい、でえっ、ー、とこれか世界のみんなはえっ、ー、と教育を得るチャンスが あるとと思ったとしかしそれは間違いだったと。私は家に帰った後私はお母さんっと、えー、っと私のお母さんとスピーチについて彼のスピーチをについて話をしたと。私は言った。初めて私は思ったと。教育はどれほど大切なのかというふうに思ったと、ね。これ間接言文ね。もともとは How important is education? ですよ。 あの疑問文なんだけど文の途中に入れてるから「how important」「主語同士」の形ねで今後これから私はもっと一生懸命勉強するつもりだとはいで教育は私たちに私たちの将来をベターにする手助けとなりうるとで私はそれをざっと以下を当然だと思ったつまり私が 教育を得ることが当然だと思ったが私はそれは特別であり、えー、将来にとって特別で必要なものだというふうに理解したと。はい、じゃあ最後。2か月たって、えー、と私たちの学校の最後の日が彼にとってきたと。彼にとっての最後の日がね。で彼は国に帰らなくちゃいけない翌,翌日ね。で私たちは悲しかった。そして彼に どれ、どのように私たちは感じていたかを言ったと。で、私は彼に言ったと。えー、楽しいときありがとうと。私はあなたのスピーチ英語、英語の授業でのスピーチを忘れないよと。次回、私はあなたに、あなたの国で会いたいと。彼は私たちに言ったと。ありが、えー、言葉をありがとうと。私は日本で楽しいときを過ごしたと。それが私の宝だと。いいこと言いますね。で、今では私は、 いかなる授業も一生懸命勉強していると。そして私は、えっ、ー、と、学校の生活で一生、懸命全力を尽くしていると。そして、それを楽しんでいると。学校生活をね。なぜなら、彼は私たちに、その重要なことを教えてくれたからと。私が思うに教育っていうのは、えっ、ー、と、私たちの可能性、将来のための可能性をエクスパン広げる力を持っているっていうふうに、私は思うよと。いい話ですね。はい。で、ご説明いきましょう。えっ、ー、と、一応も一やりました。トイチやりました 問いに。えっ、ー、と、並び替えなさい。はい。じゃこれを並び替えろと。これをね。はい。じゃあ、これ、どれが最初ですかね。えっ、ー、とね。私たち、死後になるの私たちね。私たちは、えー、w e ーはね。私たちは、あとは、形容詞になるやつ。どれかいいの。えっ、ー、とね。これか。私たちは驚いたと。ウィーはサプライズド。その後 to かか h a t どっちかですね。まあ、ト o か、不定詞か。 to 以下をして驚いた。We were surprised to 同士学校には、to hear that.to hear that. それで終わりか。えー、We were surprised to hear that. そのことを聞いて驚いたと。っていう形にすればいいか。だから、o a 買うあ o a 買うあい。っていう風にね、してください。なんだな。これが問いのに。 い問いの3、こっちから。<laughs> 問いの3。えっ、ー、とね、あこれね、カセ川部さんが示す内容はどれが合ってますかカセ川部さんっていうのはこれね、これね、えっ、ー、と、彼の自己紹介の仕方かたと。はい、じゃこれ、3番、どれが合ってますかね。これは、日本語で、英語も当然なんだけど、日本語で流暢にしゃべったんですね、自己紹介。これが回答ですねうね。 で4。下線部4具体的などのような発言と考え、じゃ四4っていうのは、えーとある、ある質問をしたってことですね。クエョンじゃあこれは問いの4、これね。はい、どれでしょう。これはこれか。えー、この日本語は何を意味するのかを教えてくれませんかというやつですね。 で問いの次の英文は下線部5に関して説明したものです。これを読んでと。ちょっと読みますよ。えっ、ー、と、龍馬は英語,英語の授業でスピーチをしたと。トピックは、えー、人生において大切なもの、最も大切なものなんですか彼はこれ彼がえとスピーチをしているときにこれこれを感じたと。しかし彼は一生懸命やろうとしたと。彼は彼のクラスメートに友達が最も大切だということを語った。 理由の一つとして、彼は、えー、彼にとって友達、毎日友達と話すことは大事だと。これからのためにと。じゃあ、ここに何が入りますかかな。はい。じゃあ行きましょう。えー、本部の内容から考えて、この1に何が入りますかと。えっ、ー、と、15で入れな、15か。ナーバスですね。えー、緊張したってことね。NERVEOS ね。VOUS か。ごめんなさい。NERVOUS。ナーバス。緊張したって意味ね。 で次、2番のところは、ここから選べと。はい。えー、どれですかねちょっと訳すと。彼は彼らに彼の考えを与えた。そして、えー、彼らのものを得ると。でいい。えっ、ー、と、彼らは彼にもう元気づけると。悲しい時にときに。で、う。彼は彼らと話をして楽しむと。えー、彼らは 彼が、友達ね、友達は彼が問題を解決するのを手助けしてくれると。これはどれかなこれは、赤か。だから、意見を共有するんか。えー、彼らに考えを与えて、また彼らの考えも得ることができるよと。だからこの5番の B は、ちょっと微妙だったけど、あで合ってるか。5番の B は。あでね。はい。だから A がナーバス、B が あーにしてくださいで次6番問題がまだ長いんだな本文の内容から考えて次に質問に対して、えー、答えになれたつはいじゃあ行きましょう質問マウロはえっ、ー、と龍馬の学校の最終日にクラスメートに何を言いましたかとで彼はざっと以下っていうのを彼らに言ったとでこれ選べ、はい、じゃこれ選べくはいじゃ行きましょうあ彼はすぐに国に戻らなくちゃいけない っていうふうに言ったのか、彼は龍馬のスピーチ、英語での授業で龍馬のスピーチを思い出し、覚えてるっていうのを言ったのか、日本での日々が宝だって言ったのか、で、えっ、ー、と、えー、彼の夢は、日本、次回日本で友達と会うことだっていうふうに言ったのかと。これ今、これはうですね。宝だっていうの一応ありましたよね。うね。 うが回答です、はい、次7番本部の内容と一っていきましょうあ龍馬はえっ、ー、と彼があ彼の先生からざっと以下を聞いたつまり、あ、マウロは、えー、1か月間日本に滞在する予定だっていうのを聞いたとで龍馬は、えー、何語マウロが何あ彼に会う前は何語を話すのかを知らんかったとでうう <laughs> でえー、と龍馬は、えー、とマウロが、えー、と日本語でいくつかの授業を一生懸命勉強してるっていうのはと思わなかったと。で龍馬は、えー、英語の授業でスピーチをする最後の生徒でしたと。龍馬じゃなかったですね。じゃこれは7番はこれいいですね。いい龍馬は、えー、とマウロが何語をしゃべるのか知らんかったと会う前はね。 はいじゃあ問8この次の英文はこの英文作文を読んだ高校生の裕次郎と留学生のミラが交わした会話の一部です。はいこれでいきましょう。えっ、ー、と「龍馬がマウロのスピーチから学んだことについて話そうと分かったと彼は思ったと。えっ、ー、とそれを聞く前はね。でしかし彼は、えー、とそれは正しくないっていうふうに理解したと。 その通りねと。またマウロは、えっ、ー、と、彼のスピーチの中でざっと理解を言ったと。私たちは、えっ、ー、と、教育を通して多くのことを得ることができるとっていうふうに言ったと。はい。とそしてリョーマは思ったと。どれほど、教育がどれほど大切なのかっていうのをね、マウロのスピーチを聞いた後にね、分かったと。龍マは、えっ、ー、と、理解したと。私たちはこれこれだと。教育を通してね。そして彼の、あ、彼は、えっ、ー、と、 彼のスピーチを聞き、そのスピーチを聞いて以来、聞いた後で一生懸命勉強してるよと。はい。私は、えっ、ー、と、私の学校生活の中でベストを尽くそうとしてる。私もね。そして楽しんでると。はい。じゃあ行きましょう。これで1と2、何が入りますかかな。はい。1番。本部の内容から考えて1、何が入りますかと。はい。彼は、えー、家族とそれを共有したと。いい。えっ、ー、と、世界のみんなはお互いに理解できると。う。彼は、 えっと、回るとうまくやっていくことができなかったと。えー、世界のみんなが教育を得ることができると。これは怪しいな。ということは、これは、えー、か。えっ、ー、と、怪しい、んちょっと待ってよ。一番に、あ、そうか,か。聞く前はそうだったね。聞く前は、だから。 ここね、聞く前は聞く前はこう思ってたんだから実際違うこと言えばいいんだから A ですね A ねみんな教育を得ることができるっていうふうに初めは思ってたんだけど実際違ったよと、ね、いいねこの A の回答はじゃあ A ねで2番のここに B に入るのは何ですかとえっ、ー、とこれはここね本文中からだからメイクっていうあれを使いましょうメイカはフューチャーベタか。 私たちの将来をベターにするとことができるって形にすればいいですね。We can make, じゃあごめんなさい。We can があるから、答え、Make our future better にしてください。そこまでかな。そこまでかな。はい。はい、じゃあ、以上になります。